エンパス TV をご覧の皆さん、こんにちは。エンパスのゆうすけです。今回の動画なんですけど、今回はちょっと趣向をね変えまして、なんと初じゃないですけど、久々のエンパス TV では久々のコラボ動画をお届けしたいと思います。以前ね出ていただいた里勝さんと里勝さんの娘さんのリリカさんと一緒にコラボをさせていただきました。でコラボの内容は音差について里勝さんとリリカさんと一緒に自分がちょっと体験をさせていただきながらお伝えしたいななんて思っております。ということで内容はですね、ちょっと実験というかしてもらったものもあるので、この雰囲気ではない感じなんですけど、よかったら見ていただければと思います。では実際にじゃあ音差を使って体の調整したいと思います。はい、もう検査でちょっと先ほど長くオーバーもちょっと時間をかけて取っちゃったので、はい、ちょっとゆうすけさんに体のその動きやすさ動きづらさ、多分右にちょっと向けてどこまで向くかとか、ちょっと硬いですよね。硬いです。で逆の方ですよね。どっちが行きやすい行きづらいとかちょっと自分の中で、まあこういうふうに手を当てて、その手がどっちに行くかとかね。はい。マジで。で今度こちら。こっちも全然いかないです。こっちは90度までいかないけど90度近くいきますよね。はい。こっちは。はい。あとはそうですね。体の左右に倒しましょうか。左に倒して、左に倒した感じ、右にした感じ。こっちのままでもありますよね。こっちの方がちょっとここで硬い。で、ちょっと仰向けで寝てみましょう。ちょっと治療検査とちょっと痛いところ確認していきます。お願いします。はい。はい、胃の方とかちょっと出てたので、はい、ちょっと痛いですよね、はい、こういう感じとか、はい、それは胃の経絡、まあちょっとね見たのは心臓と咽頭とか、あとはホルモン関係とか、そういう、はい、まあいろいろ人っていうのはどっかしら反応が出てくるんで、経絡、気の流れですよね。でこういう硬さとかこういう硬さとか、はい、ちょっといろいろ確認してきますね。でさっき見たのがどっちが痛いかな。どっちもこれですよね。こっちの方が強いですよね。そうです。はい、これを確認して実際にじゃあ、はい、音差を鳴らしていきます。はい。これもさっき別の動画で撮った。チェックしたい。そうですね。ファのドレミファソラシドの中のドレミ音階のファでやってみます。はい、これ一本でいけちゃいそうなので、はい、実際にこれを持ってもらったときに、はい、これどうですか？あ、痛くないですよね。さっきより痛くないですよね。はい、この音差が合ってるとこういうふうに体がもう持った時点でもう変化出ちゃいます。で経絡の流れっていうのはそれぞれの指に対応してあって、はい、この場合は調節したいのがここの経絡になってくるんですよね。でこれに沿ってこの波動ですよね、このファの波動で経絡を整えていきます。で実際にその経絡っていうのは流れがあって、川の流れと同じようにこう流れてる以上に流れがあるんですけども、通常心臓っていうのはこういうような経絡っていうのは手のひらに向かっていくんですけども、まあ、この場合は、まあ、ある程度感じも分かって検査で分かってるんですけども、反対の方向に流し合った方がいいっていうので、この音差の音でその正しい方向に波動で誘導してあげるんですよね。それは人によって違う。人によって違います。これは検査ですよね。さっきは単純にエーテル体にかざしてあげたんですけれども、実際にもっと込んでその競り合ってなってくると、もっと深いところまでいくと契約を使えばこういう流れる方法とかそういうものも使ってきますね。これだけ？これが心臓で対応してるのが今度は胃の流れを利用したのでっていう。で、胃は逆流なので実際に養鶏とよりその胃の流れというのは上から下にこう流れていくんですけれども、これをこの場合も反対回りにやった方が調節できるっていう検査で出てるので、下の方から経絡に沿ってこれって一人じゃできないんですか？自分でもセルフでもできます。それは時は立ってみたいな座っていながら自分の経絡に沿えばそういうのは詳しい講座とかそうですよね。一番難しいのは膀胱系で背中の方なんで、それはセルフでは難しいんだけれども、まあできる範囲でやっていけばいいと思うんですよね。響きがあるからそう難しい時はね、誰かご家族とかまあそうだろうね。そう、まあ、矯正とかするわけじゃないんで鳴らすだけなんで、それはもう全然骨格調整とか言われたらさ、なんか難しい感じがするけど、これだったらこう確かに、流れとかはね、そうで、もう一つ、はい、こちらの三焦系っていうような経絡なんですけれども、これも反対の流れに沿ってます。確かに音さんの音はちょっとあれですね。大量生産品の音はするけど、聞くっちゃ聞くんです。そう。だからまあ値段で考えると、まあ音もそうなんだけども、要するにその人に合う音差であるかどうかっていうのが一番重要で。多少周波数がずれてても体がそれでいいって言えば、そうかそうか。だからやっぱこの安いっていうか大量の何種類かあるやつが、そう練習にはね、これが一番持ってこい。分かんないですよね、どの重さを買えばいいか。そうここにね、持ってきてるだけでもこんなにいっぱいあるから。そうね、別の動画で見たんですけど、こんなに多いとどうするんだろうって。そう、本当はでもまだまだもうあるけれども、逆にそんなにあっても使うのは少ないので、そんなにいっぱいあってもしょうがないみたいな。いやー、これが改善になるとはって感じですよね。さすがさ触ってないですもんね。パワーとかもいらないし。そう、ヒーリングみたいに自分のヒーリングプラスアルファすればいいんだけども、自分のエネルギーを集中的にやらなくてもいいので、それとさっきのこう足の筋トレどうですか？これもね、楽だよね。さっきこう痛かったですよね。よくないです。で、この辺とか、この辺もさっき痛かったですよね。これだけで本当にね、変わっちゃうんですよね。体のバランスがもう取れてるので、経絡のバランスが取れてるので、起きてますね。ちょっと起きてみて、そこでちょっと伸ばしてみてください。はい。で、手を組んで、で、こちらを90、はい、今度こちら。そうですよね。さっきはね、ここだったんですね。こっちまで来た。で、右左ちょっと倒しましょう。手を下ろしましょう。こちらと、今度こちら。気の流れが整えると体の筋肉も変わってくるので、そうこういうふうに変わりますね。はい、いかがでしたか？今回里勝さんとりりかさんと一緒にコラボの動画を撮らせていただきました。これを見ていただければ、里勝さんのこうワークショップとか講座とかどういう感じでやってるかっていうのが多分わかると思いますので、よかったらまあ続きもありますので、よかったら第2弾続きの動画も見ていただければと思います。で、最後にこの動画がいいねと思ってくださった方、いいねボタン、あとはチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。ニッパス TV のゆうすけでした。またねー。